国際チャレンジデートは毎年5月の最終水曜日に世界各地で開催されるスポーツ交流イベントである。人口規模が同程度の自治体間で午前0時から午後9時までに15分以上、何らかのスポーツ活動を行った住民の参加率を競う。1対1で争われるが、並行して人口規模別のカテゴリーごとの参加率でも争われる。 1983年にカナダのスポーツ振興組織パーティシュパクションが主導し、カナダ国内の50の市町村で実施された。1990年には国際的なイベントになり、1992年から国際スポーツフォアオール協議会が主催するようになった。2015年は日本から大分県文豪大野市と鹿児島県肝付郡、南大隅町が参加し、 文豪の市は参加率51.2%でカテゴリー2の参加14自治体中2番目南大隅町は参加率57.2%でカテゴリー1の参加12自治体中3番目の成績だった日本では笹川スポーツ財団が国内大会の主催と国際大会のコーディネートを担当しており国内大会はチャレンジデーとして市特別区町 村単位での参加を募って実施している。国内大会には、敗れた場合には、対戦自治体の市長尊敬を一週間庁舎のメインポールに掲揚し相手に敬意を表するという独自ルールがある。2016年の参加自治体数は128。ありがとうございます。